試合盛り上げたぞ。イエーイ。そういった形でですね、立花隆は天下を取ります。私が総理大臣になる方向で今動いています。総務大臣になって NHK をぶっ壊す、 NHK の予算を通さないということが次なる目標になりますけれども、ぜひね、私のこういった野望というか夢に皆さんお付き合いいただきたいと思います。はい、大橋正信でございます。よろしくお願いいたします。ということで、すみません、ちょっとね、起きたてということでちょっとひげ面でごめんなさい失礼いたします。本日、5月25日夕方5時17時からですね、上杉隆さんとの YouTube コラボさせていただくことになっております。私の粗相がなければ時間通りに始まるかと思いますので、ぜひ多くの方にご覧いただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。ということで本題に入らせていただきます。昨日かな、いろんな方からね、ご連絡いただきまして、立花隆がなんかなんか大橋さんの真似事をしていますよということでね、何の話だろうと思って、ちょっと見てみたら、立花隆と焼肉と焼肉を食べる会みたいなものを開くらしいんです。で、内容としては、立花隆プランとして、ご飲食別予定、予約料として、何これ飲食別予約料ってなんだそれと思うんですけど、まあ、いや、とりあえず、それから3万3000円と。で、日程変更一度まで可能。返金か。返金不可。すごいっすね。返金不可なんだ。気持ち悪。まあね、お店の名前とか場所とか振込先とかね、いろいろ書いてあるんですよ。まあ、こういったフォームをね、わざわざ作ってるという気持ち悪さ。まあ、それはいいんですけど。で、まあ、それに伴うね、なんか動画も上げてるそうなんで、まあ、ちょっと、見てみたいと思います。はい。はい、NHK よ。ぶっ壊す気ねえだろ、バカ野郎。2026年、令和6年、2024年ですね、令和6年5月24日ぐらいかな、夜中の2時ぐらいです。ちょっとツイッター、あと LINE では皆さんにご紹介させていただいたんですが、ミートランド、焼肉ミートランドというところでですね、これ、こっちに見えてるビル、このタワーマンションもこのマンション、僕が住んでるマンションなんですが、いや、そういえばね、大津の嫌がらせも関係なくこの家に住み続けております。全然問題あります。嫌がらせじゃねえよ。正当な業務をしただけだよ、大津さんは。バカじゃないの。まさに被害者面。ヒゲ面。被害者面のヒゲ面。ミートランドさんの方で、はい、日をね、決めて、今ね、5月の30日がもう予約入りまして、6月の、3日も予約が入ってまして、6月の今、最新では7日と8日が入ってます。10日も予約が入っちゃいました。要は、立花隆とですね、物好きもいるんですね。焼肉を食べながら、基本的には時間は19時、夜の7時から8時半という90分、3万円プラス消費税の3万3000円で、立花隆と焼肉を食べながらお話をする、語る会と。気持ち悪い。ということで、料金にはですね、立花と会うというところでしか入っておりませんが、あとは皆さんのお食事代と、ちょっと店内、ちょっとね、今、店長さんがいないんで、こんな感じの雰囲気なんですけど、こんにちは、こんな感じの雰囲気なんですが、要は、一人で、立花と2人でご飯を食べることもできますし、立花一人と10人とかでも全然大丈夫です。すいません。邪魔すんな、お前。通行人の邪魔すんな、バカ野郎。今日は、立花がここに来て、
90分間皆さんの食事のお付き合いをさせていただくと。ですからそれ以外にですね、皆さんが頼まれる飲食代がですね、お支払いいただくことになります。まあ本当に会社の会合とか友達同士立ち回るんで会って話をしてみたいみたいな、そういう企画です。でなぜこんなことしてるかというと、もちろんね、お金がないっていうのもあるんですけども、それ以外ねえだろよそれ以外ねえだろよ、気持ち悪い。いろんな人とやっぱりやってお話しするのがすごく楽しくてですね、僕も勉強になりますので、いろんな方と。だったら別に3万3000円も取る必要ねえよな。え、金がねえからだろうよバカ野郎、切れ事いいな、ほんだろ、気持ち悪い。話をさせていただくということで、もちろんね、僕のご飯が入ってないんですけど、僕そんなたくさん食べるから大きいんですけど、もう普通に焼肉食べるときはご飯とご飯代とあれですね、生肉、生肉あれ何やったかな、お肉ちょっと顔写しましょうか。お肉映さなくていいよ、気持ち悪いな見にくい顔写さなくていいよ、生肉って何て言うんですか、ね、気持ち悪い。ユッキーのこと言ってんのか、ちょっとどうぞ忘れちゃうと、まあちょっとね、脂身の少ない赤身の魚、お肉とレア、レアちゃんだこれ、肉が出てこない、だいぶ劣化してんな。まあ俺も義賀明さんの名前出てこなかったから話したこと言えねえけど、ぜひね、このすごい見にくいな、ミート欄の下に予約のとこ貼っておきます。今だから6月の7日、自分の顔面アップにすることはどんだけきついかってこと分かってねえんだな。6月の10日はすでに予約が入っていますね。まあ6月の11日以降もですね、基本的には7時から8時半までということで、予約をですね、これからも東京都知事選なんかもあるんで、どれぐらい入れるか分かりませんが、月に10日とか15日ぐらい焼肉で皆さんとお話しするとすごいないう触れ合う時間を作りたいと思っています。でこれはですね、僕がこれを今やってるのはこういう、お金がないからです。なんていうのかな、お金がないからです。サイドビジネスをですね、サラリーマンの方や主婦の方にもですね、やっていただけるようなことをですね考えていて、別にお前からレクチャーしてもらう必要なんか何一つねえよ。飲食業における顧客の集め方、一日店長とかそういったことも含めてですね、いろんなことにチャレンジしております。他人のパクリじゃねえかよ他人のパクリじゃねえか、一日店長もパクリ。まあいいや、続きましょう。はい、ね、皆さんも、あ、もう終わりか、東京じゃない方も、ね、もういいや、はい、はい、もうこの見にくい画面あんまり見たくないわ、まあ、15秒ぐらいなんでね、まあ、こんなもんでしょ。サイドビジネスのね、レクチャーなんてさて、全部パクリじゃねえかよ。一日店長もパクリ。今回の焼肉だって、要は俺のパクリだろ。おっさん連打のパクリだろ。まあな、NHK をぶっ壊すだって、もともとは、ね、小泉さんの自民党をぶっ壊すのパクリだし、まあまあ人生パクリでずっと来たわけでね。はい。何一つ新しいものを生んだものはないんです。だって NHK 撃退シールだって元祖はいるんです、実は。立花が発案したもんじゃないんですよ、撃退シールにしたって。全部パクリです。はい、まあそれはいいとして、今回のね、まあどれだけ本当のこと言ってるか知りませんけど、この今回の焼肉のこと、予約入れてる人のちょっと正直気が知れませんねまあね、立花と会うだけで3万3000円払いたいと思うっていうのは、まあ当然ね、お金に余裕のある人なんでしょう、きっと。お金の余裕がある人のね、まあ興味本位とか、そういったことでね、まあ一回ぐらいは会ってやってもいいかっていうレベルなんでしょうけども、まあ、正直気が知れませんね。はい。まあ私は当然ね、こんなやつに、1円も払うつもりはありません。どんなにお金があったとしても、まあそもそもね、もう立花の人間性なんて誰よりもよくわかってると私は思っているんで、少なくともね、長い期間付き合ってるんでね、まあ今更立花と話すことなんて何卒ないですよ。1ミリもないですよ。1ミリも興味ない。だから当然1円も払うつもりはないですけども、なんかね、X とかでちらほら散見されたのが、なんかね、大橋さん行ったらどうですかと、行かれたらどうですかと、で、差しでも何でもいいから、こう、なんかね、立花に対して、なんかこう撮影しながら焼肉屋で、もうボロッカス言ってやってくださいみたいなことをね、言われてる方がいらっしゃいました。まあそういったことを考えて、
おっさんレンタルをパクっている立花隆に対して、まあ、1円も払うつもりはないけども、この動画を見てらっしゃるそこのあなたがね、私に代わって、その立花に対してお金を払ってでも、大橋は、56歳児に対して、うだうだ言ってほしいと、ボロカス言ってほしいと、いうふうに思われてるんであれば、ぜひご連絡ください。ぜひご連絡ください。はい。私は1円も払うつもりもないし、正直焼肉食べるつもりもありません。90分間立花に対してボロカス、マシンガントークよりボロカス言ってほしいと、いうふうにね、思っていただける方がいらっしゃるんであれば、ぜひね、ご連絡いただければというふうに思います。X のね、DM も結構ですし、3万3000円払いますよと。で、僕も行くんで、私も行くんで、大橋さんも一緒に来ていただいて、で、その場で、大橋さん90分間、もう、立花隆という56歳児に対して、ボロッカス言ってやってくださいと。もちろん撮影しながら言ってやってくださいと。いうね、既得な方がいらっしゃるんであれば、同行していただくこと、全く、やぶさかではありません。はい。まあ、その場の雰囲気は 100% ぶっ壊れますけどもね。その場の空気をぶっ壊すじゃないですけど。まあね、そういった感じでね、もし大橋に対してそういうことをやってほしいと、で、お金も出しますと、で、私もね、当日、私も僕も、当日、焼肉屋に行って、同乗させてもらいますと、いうことでね、やっていただけるんであれば、要は全部、費用を負担していただけるんであれば、私が同行して、同伴っていう形で、立花隆というね、56歳児、醜い56歳児と対峙すること、やぶさかではありません。まあ、できたらね、なんだろうな。まあ、いいや。まあ、とにかくそういった思いがある方はね、ぜひご連絡いただければというふうに思います。LINE をご存知の方は LINE でご連絡いただいても結構ですし、Twitter、X か、X のショートメールも結構ですし、まあ、とにかくね、本人確認ができる方、ちゃんと。で、ちゃんと、立花の、しょうもないプラットフォームに対して、ちゃんとお金払いましたっていう証明ができる方、証明していただける方がね、大橋さん一緒に行きませんかというふうに言っていただけるんであれば、やぶさかではありません。はい。まあでも、とはいえね、絶対行きたいわけでもないですし、別に今更立花と対峙したところで、私は1ミリも得はありませんので、はい。もちろんね、そういった場が設けられた場合には、録画録音をしながら、立花いかにね、醜い姿をさらけ出すかっていう様子をね、皆様にお届けできればというふうに思っておりますんで、そういったことも全部考慮して、含めた上で、ご納得し、立花に対して、無駄金を払う余裕のある方、ぜひご連絡いただければというふうに思います。はい。あとは何かあったかな。あとできたらね、僕はもう録画録音すること前提です。YouTube にアップロードすること前提です。なので、そういったね、お店の方とか、立花に対して、そういった、録画録音してもいいですかと。まあ、撮影ですね。撮影してもいいですかということをね、まあ、承諾取っていただければというふうに思います。はい。まあ、そういったことも全部含めた上でね、大橋と立花と、僕と大橋と一緒に、立花と対峙したいよという方がいらっしゃいましたらね、ご連絡ください。よろしくお願いいたします。ということで、夕方5時から17時からの上杉隆さんとのコラボ、ぜひご覧いただければというふうに思います。よろしくどうぞ。以上です。